大江戸温泉物語、鬼滅の森。系列でも格安に宿泊できるコスパホテル。早朝出発、木更津近くでスキヤあたりで朝食を取ろうと、車を走らせていたら、ジョイフル木更津店が目に入った。数あるファミレスでも朝食のコスパは日本一、間違いなしのジョイフル。これは神のお召し欲しだと早速店内に入った。朝8時からやっているのは、ジョイフルらしい。朝食メニュードリンクバーがついて299円、税別のベーコンモーニング、これに決めた。パンかご飯か選択可能。朝食メニュー以外にもここはコスパ高い。メニューで溢れ返っている。ドリンクバー、ジュース、キャラメルマキアート、バニラオレ、抹茶オレ、梅昆布茶、アイスバニラオレ、コーヒー、煎茶、紅茶、ピーチティー、ココア、スープバー。ベーコンモーニング299円、税別、到着、凄まじいコスパ。さらにドリンクも飲み放題なのが嬉しい。ボリュームのあるサラダ。ベーコン、お前に何もかも託した。ご飯とか、ご飯の大会におかずとして挑むベーコン。大江戸系列でも格安に宿泊できる千葉県君津市のコスパホテル、大江戸温泉物語君津の森に到着。厚生年金事業団が設置した保養施設、サンピア君津が前身。他の系列ホテルとはどこか違う印象。ホテルの離れ。全7部屋。散策路。チェックインまで暇だったので散策路を利用してみた。至る所に置かれている玉、なんだろうこれは。また玉かで、よく見ると、丁の文字が刻まれている。里見八犬伝かよ。みたいな W。いざホテルへ。ロビー。フロント。日帰り入浴、ランチバイキングの券売機。日帰り入浴、ランチバイキング利用料金表、結構安い。浴衣はセルフで。売店。トミカ販売は大江戸温泉物語の定番。アイスバー140円。地域の野菜も売られている。地域の卵。喫煙所。高齢者用婦人服。女性は高齢になればなるほどホテルで服を買いたくなるみたい。自販機、アイス自販機もある。ガチャガチャ、200円ガチャが揃っている。ゲーム&キッズコーナー。
ッズエリア、無料卓球。一組20分。なにこの車。ライブめっちゃ気になる。カラオケルーム1。カラオケルーム2。授乳室。休憩場。プリクラ、マッサージ機。漫画コーナー。エレベーターで宿泊会へ。フロアガイド、客室は3階と4階にある。総部屋数41。自販機コーナー、製氷機、通常自販機、アルコール自販機がある。そろそろ部屋に行きましょう。最安値の部屋。バス、洗面台、エチケットルーム。紙コップ、衛生的だし重宝する。帯、反転。煎茶、温水ポット、空気清浄機、ドライヤー。コインランドリー。大浴場。脱衣場。内風呂、ジャグジー風呂。洗い場。このホテルは残念ながら温泉ではない。温泉でないのは大江戸温泉物語ホテルで唯一かもしれない。57度程度の低温サウナ、水風呂なし。露天風呂、温泉ではないけど不思議と温泉みたいな湯だった。夕食バイキング。バイキング会場に一番乗り。ちらし寿司、甘エビ、地元ハーブと白身魚サラダ仕立て、カツオのたたき、刺身盛り合わせ。そば。セルフで煮る鍋物、鍋つゆ、ラーメン。落花生豆腐、落花生ハム、ロースト鶏とリンゴのタタン、ヤリイカとエリンギの中華和え。寿司、サーモン、エビ、イカ、マグロ。漬物、ガリ、千葉県産コシヒカリ、カレー、福神漬け、卵スープ、味噌汁。アサリとムール貝のブイヤソス風、ブリの竜田揚げと黒酢あんかけ。キノコとベーコンパスタ、麻婆豆腐。アジフライ、チャーハン、焼きうどん、天ぷら、茶碗蒸し、シューマイ、春巻き、メンチカツ、エビフライ、たこ焼き、ペンネボロネーゼ、カブとベーコンのグラタン、チキンフィンガー、ポテトフライ。サラダ、ドレッシング、ローストチキン、ステーキ当番、だし巻き卵、インゲンのごま和え、ナスの和え物、枝豆。デザート、ロールケーキ、プチケーキ、
白玉ぜんざい、フルーツカクテル、リンゴ、パイナップル、オレンジ、杏仁豆腐、プリン、ゼリー、ソフトクリーム、ドリンク、氷、ジュース、コーヒー、お茶、紅茶、リス、ザクロ、カラマンシー、ドリンクメニュー、酒飲み放題、90分2508円、ほどなくして会場もヒートアップ、こんな感じに盛りました。新エスプレゼンツ、大江戸温泉物語、秘密の森、夕食バイキング、おすすめ料理。1、ステーキ、出来たてのステーキは、うまい。2、ローストチキン、ライブキッチンで提供。3. セルフで煮る鍋、締めのラーメンがうまい。 4. エビ天、衣がサクサクしている。 5. 茶碗蒸し、舌でとろける味。 6. カレー、まろやかな味わい。 7. 焼きうどん、もちもちしてうまい。朝食バイキング、バイキング会場に一番乗り。ご飯、しそのみきくらげ、売店で販売、梅干し、味付けのり。焼きサバ、焼き鮭、大根おろし。セルフで煮る鍋。豆腐、白菜、しめじ、えのき、ネギ、油揚げ。うどん。サラダ、ドレッシング。クリームコロッケ、ジャーマンポテト、野菜炒め、きんぴらごぼう、ひじきに、切り干し大根、ちまき、肉じゃが。大江戸温泉物語名物海鮮のっけ丼、具材、ネギトロ、イカオクラ、昆布つくだ煮、温泉卵、とろろ、鶏肉そぼろ、キムチ、根かぶ、なめたけ、錦糸卵、バターロール、ハイガロール、クロワッサン、ジャム、マーガリン、紅生姜、千葉県産コシヒカリ、牛丼の具、オニオンスープ、クルトン、味噌汁、かまぼこ、納豆、スクランブルエッグ、ウインナー、肉団子、デザート、ライチ、オレンジ、フルーツカクテル、ソフトクリーム、ドリンク、コーヒー、ココア、カフェラテ、リス、ザクロ、カラマンシー、ジュース、氷、ほどなくして会場もヒートアップ、こんな感じに盛りました。新エスプレゼンツ、大江戸温泉物語、秘密の森、朝食バイキング、おすすめ料理。1、海鮮のっけ丼、大江戸温泉物語の名物。2、牛丼、大江戸温泉物語の牛丼はうまい。
産地巻き旨味が濃縮してうまい。4. 肉じゃが、肉と人参とじゃがいもが甘くて癖になる。 5. スクランブルエッグ、トロトロしている。 6. 鍋、豚肉がうまい。 7. パンケーキジャムとの相性抜群。 8. 野菜炒め、地味だが癖になる味。元は厚生年金事業団が設置した保養施設、サンピア君津が前身、館内はゆったりした作りで居心地がいい。残念ながら大江戸温泉物語のホテルで唯一温泉ではないホテル、ではあるが、総部屋数41と小さいながらもバイキングは充実。総じて宿泊価格は系列でも安めでおすすめのホテルですね。チャンネル登録、よろしくお願いします。